カンドルでございまして、フルイドやってるんですけど、まあ、一人フルイドなんですけど、一巡目は皆さんの知ってる曲をやってくれと先生が言われまして、知ってる曲やってるつもりなんですけど、なかなか知らないと今日は大丈夫かなというところで、一応ね、カンドレという名前やってる陽水さんの曲をというか、作詞が小倉圭さんなんですけど、といえば陽水さんで分かると思いますけど、やりたいと思います。真っ白なトーチキを眺めては気もせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。目の前の紙くずは古くさい手紙だし、自分でもおかしいし、破り捨てて寝転がれば僕の一日が過ぎてゆく。ある日踏切の向こうに君がいて、通り過ぎる汽車を待つ。遮断機が上がり振り向いた君はもう大人の顔をしてるだろう。この腕を差し伸べて、その肩を抱きしめて、ありふれた幸せに持ち込めれば